ルリスズメダイは、スズキメスズメダイ科に分類される魚の一種。全長約6センチメートル。メスの方が小さい。名の通り全身が鮮やかなルリ色をしており、別名、コバルトスズメダイとも呼ばれる。尾びれが透明なのがメスで、尾びれまでルリ色なのがオス。地域個体が多く、背びれに黒い点がある個体や、ミクロネシア地域では、オスの個体で、 腹から尾にかけて黄色いものがいる。その他、同じように尾のみ黄色いものもいる。このような個体は観賞用として流通しており、流通上は、オレンジテールデビルなどの名称で呼ばれている。オスは縄張りを作り、縄張り内に5から6匹のメスを持つハーレムを形成する。浅いサンゴ礁や岩礁、タイドプールなどにいる。本州ではあまり見られない。 本州でよく見られる青い魚は本州ではなく別の空スズメダイである。沖縄では主にタイドプールで普通に見られる。特に見られる種としては本州と宮古木泉スズメダイ、親日茶、ネズスズメダイが多い。鮮やかな青い体色からコバルトスズメという名称で観賞魚として親しまれている。海水魚としては 古くから最もポピュラーで安価な部類であるが、制御は、テリトリー意識が強く攻撃的なために、ある程度の広い水槽でなければ、複数匹の維持は難しい。しかし、他に、大きな巾着台のような魚がいれば、複数匹での飼育も容易である。また、一度落ち着くと、争いがなくなる。この他、ダイビングなどでは最もよく観察される。沖縄では、 サンゴなどでは主にデバスズメダイが多いが、サンゴの根元や岩礁などでは本種が多い。潜ればどこでも見られる種である。水族館でも多くの数が群れている様子が見られ、多数の個体が群泳する様子は綺麗である。他の種と一緒に群れているが、激しい喧嘩はしない。これは隠れる場所が多く、また縄張りが作れないほどの数の魚が入っているからである。 本種のこのような性質を応用すれば、個人で飼われている水槽でも、複数での飼育が可能である。ありがとうございます。